あ、せっかく撮影してるから、はい、ちょっとこれ謝罪動画撮ります。謝罪動画撮ります。謝罪ですか、なんでですか。いやもう突然呼び出してね。あ、いや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 、なんでですか、全然大丈夫ですよ。いやいやいや、大人の常識がないよね、だってね。いや、そうですね。Good Air Docom。 大人の常識がないし、いやいや、あの動画僕ら撮ったんですけど、はい、撮ってからこっち来たんですけど、はいはい、うちのディレクターは本当に何も知らないです、はい、あ、そうだったんですか。ちょっと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 ってカメラの前行ってから、はい、いきなり僕喋り出しました。そうだったんですか。マジで、いやそんなもんっすよ。まあ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 、そうですね。この本格的なカメラに見えるでしょ、はい、これ親父の昔のお風呂でね、はい、しかもですね、はい、最近、はい、初めて使い出したので、はい、撮れてるかどうかすら本人ビビってんすよ。そうなんですか。ほらなんか始まった、ほらなんか始まった。不安ですね、不安ですね。使える映画あるのか。でもあの聞きたかったことが一つあって、あ、はいはい、どうぞ。本家のラファエルさんに許可は取っていいんですか。許可は一応正式に言えば取ってないです。いいんじゃないでしょうか。そうですね。あの最初にそのラファエル、薩摩のラファエルと名乗らせてくださいっていうメッセージを送ったんですけど、あの返事がなかった、はい、なくて、でどうしようかと、もう本当去年ぐらいからずっと考えてまして、うんうんうん、でやるかやらないかどうするかっていうのをずっと手間取ってたんですけど、もうやろうと、自分がもう怒られるまでやっちゃえば。そうですね、逆にもうそれでラファエルさんの貢献とか、うんうん、逆にそれで注意食らったら、うん、それだけ注目浴びたっていう。ああ、なるほどなるほど、はい、まあ、でも多分ラファエルさんもラファエルで検索したら、はい、なんか出てきたぞって。ああ、そうそうですね。なる可能性はね、はい、ある気がする。そうです。あとそのサツラファさんが、うんうん、結構あのインスタグラムでいろいろ発信をしているんだ。そうですね、されてて、であの歌舞伎さんっていう YouTuber の方がいらっしゃる、はい、はははメイクしてる方なんですけど、うん、その方からもよくいいねが来たりとか。すごい、そういうのない。もうね、俺たちね、はい、まずあのツイッターがよく使えなくって、あ、であの例えば動画上げるじゃないですか、はいはい、でおたくんツイッター書き込んだって聞くと、はい、あーですね。笑ってます。あーですねって言って次の日見たら、はい、最終書き込まなかったみたいな。あ書いてないの。マジだから、あのなんかツイッターとか SNS やると広まるって聞いてるけど、そうです、ね、やったことがあまりない。あ、もう心よりお会いします。おー、鹿児島ヤッチ。時代が今だもん。なんかほら、昔ってヤンキーの人たちが峠攻めに行ったりしたじゃないですか。あ、そうです。スピードがなんか命だった時代ありません？ ありますね。ね、なんかかっこいい女の子乗して峠こう攻めてガチャンガチャンやるみたいな、はい、あ、通るだけ多くないですか。そうですね、あれがちょっとね、もったいないというか。そうですね、青春かけるんだったらみんな命もかけて、はい、確かに、確かに。まあでも亡くなった人もね、いるんだろうけど、まあまあ、まあまあまあ、なんかもうちょっとね、そういうのもあっていいかなって。そうですね、本ちゃんでやっちまいなよっていう感じは俺はあるんです。いつまで撮るかみたいな顔してるね。そうですか。でもなんかあの撮る動画があれば、あ、普通に名称今このタイミングでくれるんです。あ、はい。じゃあ見えないように。こっちがサツラファのサイン入りです。おおおお、あの企画で使ったやつです。これはミシンですよね。はい、ミシン全然大丈夫です。せーの、ドン。やばくない？ガチガチガチでサツラファさんが動画で使ってたやつです。いただきました。ありがとうございます。取れた取れた。すげえ、最終どっちになるんだろうな。そうですね、だからうちの動画を見られてる方も、これサツラファさんが今これからですね、薩摩のラファエルさんがあのサインとして使うんですって。どっちがいいって聞いてはるんです。だから上か下かぜひね、あのサイトの方に、サイトじゃねえか、あのページ動画ページの方に書き込んでいただければありがたいと思います。個人的には、はい、あの
こんなん言っていいか。はい。例えば女の子来るじゃないですか。はい。ああ女性の。女の子にね、可愛いとかね、はい、好みじゃないなんて言えないじゃないですか。ああ、そうです、ね。だから、はい、可愛い子来たら上。おお。分けるパターンですね。好みじゃない子来たら下。ああ、なるほど。とかでやってくれたら。はい。これはもう この動画しか見た人しか知らないとかで使い分けてもらえると、はい、もうバレバレです私こっちだったみたいな私もさつらおはさんからサインもらったマジで見してっつってからどっちかによって、はい、いけるかいけないかが判断するなるほどなるほどそれいいですこれお伝えいただけますかあ分かりましたこれ対応していただいたらもう、はい、分かりましたそれいいねって言う感じが動画の企画倒れちゃうけどねどっちがいいって言ってるけどいやでもいける気すんなでもこれからほら鹿児島も盛り上げていきたいし、はい、と思ってらっしゃるんですそうですねだ僕たちはね本当はインターネットでラジオやってるんですああそうです今みんなラジオ聞かなくなってるけどあなんかほら、はい、雑誌買ったら載ってるのは載ってるんですけど、はい僕もラジオ局でずっとやっててイベントの情報って、はい、お金出してる人が優先で出てきたりとか宣伝しないイベントって、はい、探しに行かないと見つからないじゃないですかそうですねだからそういうイベントを九州中全部集めてラジオで流したいんですよああなるほどだからそういうのをぜひやりたいから、はい、鹿児島の情報もぜひいただけたらありがたいかなと思ってるんで了解ですだからもうさつらおはさんが、はい鹿児島担当ぐらいの感じなるほど、なるほどでもなんかいいよね、イベント会場とかに潜入してくださいで僕らもしね許可もらえて、はい、連絡が取れて事務局さんと、はいはい、でイベント会場があります、はい、でそこで僕たちから連絡して、はい、取材していいですかって OK ってきたらさつらおはが行くああいいですねあり、まあ全然休みが合えばああそうそう予定ですねそこはやれたらいいねそうですね僕たちもちょっとイベントの仕事いろいろやってるのであなるほどやっていきましょう、はいねはい、というわけで今回は本当に申し訳ないそんな全然もうどうしたらいいかねもう分かるけどねまあなんか分からんけど、まあ、来たかったのでこれで僕たちはもう今度さつらおはさんが来てくれると、はい、いうことになりますからです、ね、今度はこちらが動く番なのでじゃあもう鹿児島の代表ということで、はい代表です鹿児島の代表 YouTuber で本当いろんな人とコラボってる束ねていただいてそうですねもうでかいイベントでもねやりますあですねもう超でかいイベントやりましょう、はい、例えばバーベキューとかああ楽しそうちっこい河原でバーベキューとかねおいいですね面白いですか楽しそうですねでもみんな撮ってるんですもんね多分ねだからいるんだと思うんですよ、はい、なんか YouTube って検索するの難しくないなんか熊本の YouTuber さんが上げてる動画だけ見たいとかでも、はい、キーワードで熊本って入れるしかないじゃんそうですねあんまりいなくてやっぱほらなんか昔のいろいろバズったやつが出てくるでしょあ、はい、もっといると思う、ね、そういう人見つけてねもうタレントじゃない YouTuber さんでもいいじゃないですかそうです、ね、風景撮ってらっしゃる方とかああどうですねゲームセンターとかですねだからお互いこうあれしましょう、はい、僕熊本で YouTuber を、はい30人探します30人ですか30人探してコラボして仲良くなって、はいパーティーに呼びますはいさつらおはさんは鹿児島で、はい、まあ1000人ですか1000人いますそうだなまあまあ100人にしましょうじゃあ100人です100できれば100人、はい、できれば100、で、はい、年末パーティーをしましょう年末今年の年末今年の年末いやいいですねいいじゃんだって目標達成できなくてもまあまあやれるだけのことはやって、ね、みんなでだからパーティーをして、はい、とにかく集めてみましょうかあ九州 YouTuber をそうですねでも最近事務所空いてる人とかもいっぱいいるんでしょ九州からですか九州からっていうか九州からもそうだし、はい、事務所空いてる人がほら九州に移ってきてやってるとか、ね、吉本の人とかもいるからああそうですね負けてらんねえそうですねもう俺らの本気を見してやるばい、はいもしあらしかというわけでこれ以上あれ引き止めてもあれなので全然全然、はい、大丈夫なのでもうとりあえずは達成ということでよろしいですかホットディレクターこれで今回の企画思いつき企画一
人に迷惑をかけたけど。いやいやいや。じゃあこれからもぜひよろしくお願いします。はい、頑張っていきましょう。はい、もう負けずに、はい、誰にも負けず。あ、そうそうそう。あ、まだもらってなかった。マネージャーの。シャネさんの名刺もあった。でこれ多分コタ君の分ですよ。あと1枚。あ、です。あ、おお。おお。よし、またよろしくお願いします。はい、こちらこそ。ありがとうございました。ありがとうございます。もうね、迷惑かけたね。もうあかんね。大丈夫です。後半迷惑かけたら。でもとりあえず大成功。もうこの企画はしません。じゃあなんか、最初の動画撮ってる時は、はい、勢いでいいやと思ったの。ああ。来る途中に、はい